皆様こんにちは。何だったんだ ?ITs 沖合山馬でございます。今回もよろしくお願いいたします。はい。今回もレコードを買ってきましたシリーズでございます。今回行ったショップはですね、福岡市中央区赤坂にあるグルービンさんですね。こちらも、えー、もうね、このチャンネルでは2回、3回とですね、えー、取り上げさせていただいておりますが、こちらのお店でディグってきたレコードをですね、えー、皆様にご紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。 はいまず最初はフラリッポリッピーです、えー、1985年のですねこれサードアルバムになりますねソングスですねフラリッポリッピーはいつかもね、えー、ご紹介したことがあるんですけれども、まあ、ノルウェーのねデュオでして1980年に結成されています、えー、1981年にですねリリースされたファーストアルバムインサイレンスはもうまんまこう ジジョョイ・ディビジョンフォロワーっていうような感じのサウンドでして、まあ、ね評判は上々だったんですよね。直後の1982年にメンバーチェンジがあって、まあ、あのフラリッポリッピーっていうのは、まあ、あのデュオの体制になったんですね以降はメロディックで叙情的なサウンドへと変化していくことになります 1983年にセカンドアルバム「スモールマーシーズ」をですねリリースするんですけれどもピアノを主体としたメロディアスな作品は本国ノルウェーだけではなくてイギリスでもですね一定の評価を獲得するんですね新たにキーボードメンバーが増えたバンドはサードアルバムのレコーディングのためにですねスウェーデンのストックホルムに入るんですね でその時点でそのどこの,このレーベルにも属していない状態でしてバンドは自分たちで資金を調達しそしてレコーディングがでですすねね、まあ、とか行われるんです、ね、そうしてインディーレーベルからリリースされたサードアルバム「ソングスはですねセカンドアルバムよりも非常に華やかでさらにメロディックでして、まあ、その路線をねもう本当にアップデートさせたような作の傑作になったんですよね。 でシングル「Shouldn't Have to Be Like That」ですね、えー、もうこの曲をはじめバンド屈指の、えーまあ、名曲が詰まった作品となりましたこのアルバムは非常に好意的に受け入れられて本国ノルウェーでもねそこそこのヒットを記録します その状況を見たバージンレコーズはですね、えーまあ、バンドと契約を果たすんですねそして翌年の1八十六年にはソングスをインターナショナル向けに、えー、するために、まあ、リレコーディングとリミックスを行うんです その際セカンドアルバムに収録されていた「あスモール・マーシーを」を再構築したナンバー「エブリ・タイム・ア e セー・ユー」ですねを、えー、新曲としてレコーディングしそして新しいバージョンの「SONGS」に収録されることになりますこうして生まれ変わりそしてリシュされたこの「SONGS」というアルバムは、えー、晴れてワールドワイドにねリリースされることになるんです そして僕が今回買ったね、この「ソングス、このレコードはですね、その「リーシュー5」の作品ということになりますこの生まれ変わった「ソングスというアルバムは本国ノルウェーだけでもね、2万枚を販売しましてそして3枚のシングルを含めて、まあ、彼らのキャリアで最高のセールスを誇る作品となったんですね、まあ、このアルバムの印象といったらもうとにかくこの精錬で美しい っていう、ね、一言に限りますね、えー、ジャケットのスペインの、ね、アルカサル、えー、城西のです、ねまあ、ビジュアルとマッチしてその北欧の、ね、曇りがちな空にこうなんか火が差し込むようなイメージっていうのはその,そのままノルウェー出身のバンドが こうあの世界に飛び出すその時をね表しているようなまあそんな感じにも思いますよね。フラリッポリッッポピーまああの以前にも他の作品をご紹介したことあるんですけれども 80s にはねこう人知れず名作傑作っていうのがあちこちに存在していますからねサブスクにもありますから是非この「ソングスをねまあ一度聴いていただきたいなと思いますね。 はい、お次はスミザリーンズですね1988年にリリースされたこれはセカンドアルバムになるんですけれども「グリーンソーツ」という作品ですね。スミザリーンズはアメリカニュージャージー出身のバンドでしてボーカルのパッド・デニツを中心にですね1980年に結成されています。 バンドは60年代のテイストを感じさせる、まあ、キャッチーなロックンロールでしてその僕が最初に彼らの音を聞いた時はね、まあ、あのチープトリックっぽいなって感じたこともありました、まあ、いわゆるパワーポップと呼ばれるジャンルになるのかもしれませんけれども、まあ、あの土臭くなくてザ・フーとかね、まあ、あのキンクスみたいなこうブリティッシュロックの影響というのを強く感じさせます 1986年のファーストアルバム「Especially for You」ですね、まあ、これに収録されている Blood and がです、ね「Blood&Roses」が映画のサウンドトラックに採用されたりして、えー、同時に MTV なんかでもオンエアされるようになるんですねそしてファーストアルバムに伴う,うツアー中にですね次のアルバムのアイディアをまとめそしてツアーの終了と同時にセカンドアルバムのレコーディングを行います パッドがまとめた曲の構想とかアイディアを、えー、そのままバンドでね、まあ、リハーサルに入ってそしてロサンゼルスでレコーディングが始まると、まあ、スタジオ入りしてもう2週間ちょいでですねこうしてセカンドアルバム「グリーンソーツ」が1988年にリリースされます。 基本的にはファーストアルバムの延長線上にあって、まあ、あの荒削りなサウンドながらそのなんというかこう程よく軽みを帯びたような、ね、メロディーっていうのがその60年代のサウンドを感じさせますね。シングルとなった「オンリア・メモリ」はですね僕も当時結構よく聴いてましたね。 そしてメロディアスでキャッチーなこの曲なんかはスミザリーンズとその REM がね、まあ、なんかこうごちゃ混ぜになるそうなぐらい非常に似てるなと思いましたねしかも当時の、ね、アルバムっていうのがこのスミザリーンズはグリーンソーツでしょそしてね REM もグリーンだったんですよだからね結構なんかこう、まあ、混同することはなかったんですけど似てるなとは当時思ってましたね アップインヘブンっていう曲に関してはもう何かものにこうビートズっぽくてもうアメリカ版マージビートっていうのがねまあ展開されてますねどちらかというとイギリス系しそうなこのグリーンソーツはアメリカのアルバムチャートではまあ60位ぐらいだったんですけれども UK インディーチャートではね7位を記録するスマッシュヒットとなっています 個人的にはこの「グリーンソーツ」というアルバムはまあスミザリーンズの,その本領を発揮できたまあ最良の作品だと思いますよね。ただこのスミザリーンズがアメリカでの人気を決定づけるまでには翌年のアルバム「11」まで待つことになります。はい、お次はザ・スタイルルカウンシです。えー、彼らの実質的なまあデビューミニアルバム「イントロデューシングザ・スタイルカウンシルですね。 放題はスククライイチャイルドになってますねスタイルカウンシルはもうご存知の通り元ジャムのポール・ウェラーと元デキシー・ミッドナイト・ランナーズのミク・タルボットの2人が結成したバンドですねポール・ウェラーの音楽的思考の変化とりわけそのソウルミュージックへのこう意欲なところからそのザ・ジャムを解散させたのがですね、まあ、同じく1982年ですから、まあ、ファンにとってもこのタイミングというのはね ジャムの解散をこう非常に惜しみながら、そして新たなプロジェクトの開始にまあ喜ぶというのはね、まあ複雑な心境だったんでしょうね。なんだかのインタビューでポールウェラーがそのパンクムーブメントに関してね、まあ自分にとっては非常にこのパンクムーブメントというのはエネルギーになったけれども、同時期に活動していた他のポパンクバンドなんかがこう多くはね、まあちょっとコマーシャルな方向にまあ行ってしまったことを嘆いていたようなね話をしていたような気がするんです。 んですけどねまあ理由はさておきその「ザジャムの解散表明から間もなくしてこの「ザスタイルカウンシルという新しいプロジェクトが起動するわけですね。1983年3月にファーストシングルスピークトドをリリースします女性コーラスの掛け合いとかあと「ホーンセクション」なんかがね非常に軽快なモーターンサウンドをなんですけれども前衛シングルチャートのね4位を記録する大ヒットとなります。 ここでバッキングボーカルとして囲碁のスタイルカウンシルの作品にも参加するトレイシー・ヤングとそしてドラムスとしてオレンジジジュースのジーク・マヌーカが参加してますね。続くシングル「マネー・ゴー・ラウンド」は、まあ、ソウルフレーバーあふれるファンクナンバーでしてスタイルカウンシルでのまあ新しい方向性ですね、まあ、これを指し示しています。 同年8月には3枚目のシングル「ロングホットサマー」がリリースされるんですけれども、まあ、この3枚のシングルをコンパイルしたのが the Style Council というアルバムになります今ご紹介した3枚のシングルとそのカップリング曲の全7曲でまとめられているこのミニアルバムはイギリス以外の国でねリリースされていて北米とかドイツニュージーランドそして日本でもリリースされています。まあ タイトルがね t h e s t i l e c o n s u r ルのお披露目となった、まあ、記念すべきミニアルバムですね。はい、お次はティアドロロッププエクスプローズです。1980年にリリースされたファーストアルバム「キリマンジャロー」ですね。 ティアドロップエクスプローズはこのチャンネルでもたびたび登場するジュリアン・コープを中心に結成されたバンドでして1976年にエコバニのイアン・マカロックそれからピート・ワイリーで作ったバンド「クルーシャル3」がですね母体になっています。 その後バンドはシャロー・マッドネスとなりそしてイアン・マカロックはですねジュリアンから解雇される形で脱退そしてメンバーが入れ替わる形で最終的に4人組のバンドティアドロロッププエクスプローズが誕生しますそしてバンドはビル・ドラモンドが運営するズーレーベルにですね契約するんですね。 1979年2月にデビューシングルとなる「スリーピング・ガス」をリリースします。でただそのねあともちょこちょここうメンバーの入れ替わりっていうのがやっぱ発生するんですね。続くセカンドシングル「Bouncing Babies ンン」それからサードシングル「Treson」のリリースを経て1980年の、えー、このファーストアルバム。 キリリマンジャロがリリースとなるんですねアルバムのリリースまでに時間がかかったのは、まあ、シングルリリースに伴うツアーだとかあるいはこうアルバムセッション時にジュリアンがそのメンバーを解雇したりとかねさまざ、あ、まな要因があったようで逆にそのことがバンドサウンドに、まあ、あのサイケデリックで多様な要素っていうものをね強めることになるんですね。 プロデューサーはビル・ドラモンドとそれからデビッド・バルフが担当しそしてエンジニアとしてエコバニーのヘブ・アップ・ヒアをプロデュースしたヒュー・ジョーンズがですね参加していますアルバム全体としてその清潔なビートと小気味のいいカッティングギターですねまあかっちりと締まったサウンドっていうのを展開していてそこにですねジュリアンのその個性的なボーカルが串刺しにするようなね、えー、感じで躍動感のあるナンバーが非常に多いんですよねそこに コーンとかまあ、キーボードが重なることで、えー、サイケデリックで非常にドラマティックに響きます。個人的にはこのバンドサウンドで固められたファーストのその荒削りでね。ストレートなサウンドっていうのが大好きで、まあ,あの本人たちはね。あまり比較されたくはないでしょう。けれども、エコバニーのクロコダイルズのですね。なんかこう違う側面を見ているようで、えー、非常に興味深いリバプールアルバムなんですよね。 アルバムには先にご紹介したシングル3枚とそれからこのアルバムのリードシングルとなった「ホエン・アイ・ドリーム」というね4枚のシングル曲が収録されています。 実はバンド最大のヒットシングルとなった「リウォード」っていうナンバーがあるんですけれどもこれはこのオリジナルアルバムにはでですね収録されていませんでしたアメリカリリース版や1981年以降のリーシュー版にはですねこのリウォードがこの「キリマンジャロ」に収録されるようになっていますからまあ実質的にはこのアルバム関連のシングルリリースっていうのはね7回6曲にわたるんですね。 アドロップエクスプローズは翌年にセカンドアルバム「ワイルダー」をリリースしますがもはやもうジュリアン・コープのアルバムになっていてそのバンドメンバーによるそのケミストリーというのは感じることはありませんね。この強烈な個性を持ったジュリアン・コープとそれからリバプールミュージックシーンをね、まあ、渡り歩いてきたバンドメンバーによるこうせめぎ合いのベストバランス まあこれこそがこのキリマンジャローの魅力であってそして「ティアドロップエクスプローズ」のまあ最高傑作と呼ばれる理由なんだと思います。はい、お次はです、ね、シンプルマインズはスコットランド・グラスゴー出身のバンドでしてフロントマンであるジム・カーを中心に1977年に結成されています。 1979年のファーストアルバム「ライフインアデ d 以降ですねバンドの地元であるグラスゴーにあるですね、えーまあ、ズームレベルから毎年のようにこう作品をリリースするんですけれども、まあ、アルバムを重ねるごとにバンドの評判っていうのはですね高まっていくんですね。 特に3枚目となった「エンパイアダンス」ではですね、えー、力強いリズムとそれからこう分厚いキーボードサウンドっていうのがそのニニュューウェーブあるるいいいいはニューロマンティックうううよよなな、ね、な、まあ、言葉を思い浮かべるような手触りになっています。特に「アイトラベル」とかあと初期の「ヒューマンリーグ」のようなね「セレブレイト」といったシングルカットされた楽曲なんていうのはそのこれまでの作品よりもかなりこうレベルアップしたことを感じさせてくれるナンバーでした。 しかしここでバンドに一つの節目がやってきます。それはメジャーレベルであるバージンレコーズと契約したんですね。もともとバージンがもうそのシンプルマインズには一目を置いていたそうで、えー、2枚目のアルバム以降のね、まあ、ヒットシングルの状況なんかを見て、えー、まー遺跡話を持ちかけたみたいですね。 1981年に入りバンドはツアーを行いながらそしてバージン席第1弾となる作品のレコーディングに取り掛かります。まずは同年5月にシングル「TheAmerican」をリリースします。 サードアルバムであるをです、ね、まあこうこの路線を引き継ぎながらもその以後のシンプルマインズを示唆するエネルギッシュなこのシングルは1979年のライフ・イン・ア・デイ以来の、えー、チャートインとなるんですねそして1981年9月に4枚目のアルバム「サンズ・ンド・ファシネーション」がリリースされますこれまでの3枚のアルバムのプロデューサーはジョン・レッキーだったんですけど このアルバムからはスティーブ・ヒレッジがプロデューサーとなっています。 アルバムの冒頭を飾る「イントランス・アズ・ミッションは」はそのベースと変拍子のリズムがですね新たなシンプルマインズの世界を、えー、導いていますし続く「セット・イン・ブレッド」ではですね、えーまあ、やたらとこうアタックの強さが目立つそのパワフルなナンバーなんですけれどもジム・カーのボーカルもですね、えー、これまでになく非常に力強くなっていることが分かります。 リードシングルとして、えー、ラブソングがシングルカットをされていて、まあ、もうこの曲なんかはその80年代以降の,そのシンプルマインズをそのまま体現したような、えー、ロックナンバーでさっきの The に次いでヒットを記録しますこうしてこのアルバム「Suns&Fascination」は、えー、シンプルマインズの、ねまあ、存在を明らかにね こうちょっとなんかワンステップアップさせた作品であって、そしてここから80年代のまあシンプルマインズがスタートしたと言っても過言ではないですね。 ちなみにこの作品のレコーディング時にまあ15曲ほどですね、えー、録音をしていて、まあ、あの1枚のアルバムレコーディング予算に対してねもうこう2枚組ボリュームのです、ねまあ、作品を作ろうとしたらしいんですよ。まあ、しかし予算も尽きて、まあ、なんか中途半端にねレコーディングが終わってしまったそうです。 最終的にはこのアルバムは八曲入りのまあシングルアルバムとしてリリースされるんですけれどももう一枚シスターフィーリンコールっていうアルバムにですねまとめて、えー、初回限定でボーナスディスクとして、えー、配布されていますはい最後はレーベルコンピレーションです、えー、L レーベルですねのコンピレーション L1986、えー、ロンドンパビリオンですね この作品は L レーベルに所属する14組のアーティストの楽曲を集めたコンピレーションアルバムです。パンク以降いわゆるそのインディーレーベルの存在というのはその世界中のミュージシャンにチャンスを与えそして結果多くのアーティストがさまざまな作品を残すことができたんですよね。 代表的なものはマンチェスターの、まあ、ファクトリーとか、えー、ロンドンのラフトレードとかチェリーレッドあと、まあ、あのミュートとか 4AD クリエーション、まあ、挙げたらキリがないですねとにかくポストパンク以降のバンドにおいてそのインディレーベルっていうのは、えー、重要な出発点になるわけですがそのレーベル所属アーティストのショーケースとしてこのような、まあ、コンピレーション作品っていうのは結構あるんですよね。 そんな中、まあ、今回ご紹介するのはロンドンを拠点としたインディーレーベル「L、レコードです、ね」レコードは1984年に、えー、マイク・オールウェイによって、えー、ロンドンで設立されます。 マイク・オールウェイはそれまでチェリーレッドに勤めていてそのラフトレードのねジェフ・トラビスと一緒にブランコ・イ・ネグロを、えー、共同設立したりとかです、ね、してたんですよねししかしメジャー参加での,そのレコーディングということで、えーまあ、制作活動に限界を感じたマイクは自分のレーベル「L」を立ち上げることになるんですね。 レーベルのポリシーとしてはそのあくまでインディペンデントなポップスの創造つまりはその大手レコード会社支持によるそのメジャーヒット作品を作ることではなくてそのアーティストの感性に委ねたポップスをまあ形にすることでした。 そんな L レーベルではさまざまなアーティストを発掘してはその契約にこぎつけるんですけれども決して多くはなかったけれどもそのままあナチュラルで個性的ななアーティストを輩出すすることになります今回のコンピレーションにはその L レーベルが誇る、まあ、個性的なアーティストがですね名を連ねるんですね。 まあこのアルバム以降でまあ人気があったアーティストといえばまずモーマスでしょうかね、えー、ここでは以前もご紹介したモーマスのアルバム「サーカス・マキシマム」にですね収録されているペーパーパラックロッククロがですね収録されています、えー、フォークロックをベースにそのマンドリンとかさまざまな楽器を織り交ぜながらその淡々と聴かせる個性的なアーティストのまあ代表格ですよね。 あとキングオブルクセンブルグもですね、えー、日本でもそこそこ話題になりましたよね記載サ,サイモン・ターナーの、まあ、プロジェクトなんですけれどもここではモンキーズのカバーバレリーがですね、えー、収録されていますアメリカの60年代ロックをですね、まあ、ヨーロッパ的解釈で演奏しているわけですけれども、まあ、このセンスのっていうのはね非常に、えー、興味深いですねモーマスと並んで当時はよく聞いていました 忘れてはいけないのはビドですねモノクロームセット解散後ソロになったビドはエルと契約していますこのアルバムではラブというですねまあ相変わらずこうふわふわとしたようなギターポップを聴かせてくれていますあと日本でも少し話題になったのはルイ・フィリップですかねルイ・フィリップはフランス人のミュージシャンでして同時にエルレーベルのプロデューサーも務めていました L が、まあ、フランスっぽい、ね、印象があるのもやっぱりこのレーベルの名前だけではなくて彼の存在も大きかったと思いますねこの L レコードは日本でも80年代後半から、ね、結構人気のレーベルでしてそのこの時に影響を受けたとされるフリッパーズギターとかピチカートファイブとかあとカイミカリーといったいわゆるその90年代に渋谷系と言われたサウンドとか。 アーティストへとががってていいくんでですねさていかかしたか今回は、えー、レコード買ってきましたということで福岡市中央区赤坂にある、えー、中古レコードショップグルービンさんでですね買ってきたレコードの中からエイティーズの作品を数枚ご紹介いたたししました、まあ、今回の商品セレクトは、まあ、はっきり言って僕の好みばかりがね集まった感じでしてもう僕自身ね買って早く家に帰ってターンテーブルに載せたかったアルバムばっかりでしたね。 久しぶりにワクワククできるレコードとと出会ったと思いますグルービンさんは、まあ、広島のショップなんですけれども福岡ではね赤坂のこの1店舗だけになってしまいましたが、まあ、結構ねあの福岡でもレコードセールを行っているので名前を見かける機会っていうのは結構あると思うんですよね。 ぜひ福岡にてレコードディグをされる際にはこのグルービンさんにもお立ち寄りいただけたらいいんじゃないかなと思いますね、えー、ホームページにはイベント情報なんかも掲載されていますので概要欄のリンクからねアクセスしてみてください買ってきてまだ紹介していない80年代のレコードっていうのはもうねまだまだ山積みなので、えー、当面はねこの何が出るかな的な企画は続くと思います 懲りずずにに飽きずにご視聴いいただけると幸いです今回の動画が面白かった参考になったと感じてくださいましたら高評価さらにはチャンネル登録までお願いしたいと思いますそれでは次回の動画でお目にかかりましょうさようなら